Okay guys, welcome to Oshinoko. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. Don't forget to check my social media. The link will be down in the description as well. And don't forget to join our Discord server. We are having fun over there. Okay, let's go. Last time we saw Mem getting a proposal from Aqua to join the Bikomachi group. And let's see how things will escalate. And we are getting opening! Kanojo no area, kanpeki se usutsuki no kimi wa. Anata wa scoutman toshite yatou beki datta no ka. Ninki YouTuber ni shite influencer, Mem. Idol ni kyoumi atta no wa igai datta wa. YouTube チャンネル登録者数37万人、TikTok フォロワー数63万8000人。Damn! まず聞きたいのだけれど、メムさんの事務所は？ For Bikomachi。私は一応個人事業主として配信業やっていて、今はファームって事務所にお世話になっていますが、所属じゃなくて業務提携って形をとっています。Mm-hmm. なるほど。その場合、いちごプロからあなたにアイドル業務を依頼するって形になるわね。うちはネットタレントも多いし、そのあたりの契約は問題ない。渡りに船って感じだけれど、その顔だと何か言わなければいけない事情がありそうね。Really? Some secret? Himitsu? 年齢、サバ読んでるのでしょ She knows it! She's way older. 別に怯えなくていいわ。個人でやってる子が年齢いくつか若く言うなんてよくあることよ。Wait, so how old is she? ね、本当はいくつなの？20。その本当は。ふむふむ。ガチじゃん。18歳ってことはなかなかの着物座り具合ね。数えないでください。23。No way! Wait! She counted 5 years from 18 to 19, 20, 21, 22, 23! Hell no! Motta na, omae! Te koto wa 24? 24! Datta yo, haru goro made wa 24! Tsumari 25 ja ne ka. What? Waraga shiyou to sunna. 25 de JK nano tte bangumi de teta no ka. メンタル化け物か。これには事情があって。私は昔からアイドルになるのが夢で、でもうちは母子家庭で弟も二人いて、働きに出た方がいいよなって。でもママが。気にせず自分の夢を追いなさい。ママも一緒に頑張るから。大手の最終審査まで残ったりもして。ファイナルスクリーニング。でも高校3年の時、ママ頑張りすぎて入院しちゃって。お金が必要でさ、高校を休学していろんなバイトして、おかげで弟たちも大学行かせられて、お母さんも元気になったけど、その時私は23になってた。この世界20歳でババア扱いされる世界じゃん。どこのオーディションにも応募要項には満20歳までの女子ってあってさ、行き場を失った情熱で配信とか始めたんだけど、まだその頃は高校休学中の身だったもんだから、現役 JK 過去笑いみたいな感じでやってたら、なんか思いのほか受けて登録者数がめちゃくちゃ増えちゃってNo! No! 現役 JK 過去笑いみたいな感じでやってたら、なんか思いのほか受けて登録者数とかめちゃくちゃ増えちゃって、引っ込みつかなくなっちゃって。 But now you got a chance, so you better take it. やっぱりダメですよね。7つもサバ読んでバレた時大変ですもんね。25が。 I mean, if you look young enough, then it's okay. Oh! Do people sit there as well? Oh, Kana as well! Watashi mo nenrei de uda uda iwareta gawa da kara. Chotto dake kimochi wakaru. Chotto ja nasasou. Koyaku no jimusho mo kougakunen ni nattara oharai bako de. Hotto mukatsuku. Da kara watashi wa dame da nante itte nai wa yo. Ruby wa? Mochiron.
アイドルをやるのに年齢なんて関係ない。だって憧れは止められない。 Tell him! Tell him! Let her cook! ビーコマチ、またうちの妹は消えた。アリマ、I love every single time Aqua actually. 気安く話しかけないで。あんたは黒川茜とよろしくやってなさいよ、このスケコマシさんだよ。I love every single time that Aqua smiles because he's gloomy or like he's unbothered the whole time. よろしくな。うるさい、気安く話しかけないで。あんたは黒川茜とよろしくやってなさいよ、このスケコマシさんだよが。ね、これからご飯行こうよ。行こう行こう。なんだこの子ら、あったけよ。かくして私たちのグループにメムチョが加入。新生 B コマチは正式なスタートを迎えるのでした。ナイス。はあ、今がち終わってもったな。なあなあ、兄が番組でキスしてたのどういう気持ちなん。どういう気持ちって超複雑以外の感情想像つく。せやろな、いずれルビーもアカネちゃんと会ったりするんやろうな。なんせ兄の彼女やし。彼女でもアクアのアカネに対する気持ちってきっと今私の話。知らないさん、知ってるんだ。知り合いが出てるわけだし面白かったよ。そんな気を使わなくても。イケメン美少女だらけで、ほんと目の保養だった。目の保養？トップスターもそういうこと言うんやな。顔がいい人は嫌いな人なんていないでしょ。 That's a weird thing to say because a lot of ugly people, me included, hate all the fucking prettyplayboys and models. Yeah, but I don't know how do you guys feel. But you are pretty, so I don't think you are ugly. 多分視力 0.5 くらい良くなったと思う。言うことおもろ。個人的にはメムチョの乙女面が良かった。私が男子サイドで出てたら絶対押し倒してた。もっと気合い入れて落とせって思ったよね。知らぬいさん、テレビだとクール系なのにプライベートこんな感じなんだ。アクアさんの知り合い目線ってのもあるかもだけど、超ドキドキした。多分みんなもそうなんじゃないかな。アクアに、アクア is that race。 芸能家でも何人か気になってる人もいるみたい。 There he goes。 まあ表向きは彼女持ちだし当面はみんな静観するだろうけど。実際今がちの注目度はかなり高くて、 I definitely think he hates the attention from others。 それは B コマチにも大きな影響を与えた。あー、登録者1万人。まあ私のチャンネルから動線作ったし、このくらいは言ってもらわなきゃ困るよね。まだ自己紹介動画とかしかアップしてないし、できれば早めに PV とか上げたいけど、mm-hmm。楽曲周りって今どうなってるの？社長が知り合いのアーティストにお願いしてるみたい。楽曲できるまでは何にもできないでしょ。まだまだ先の話。そうはいかないよ。私たちは B 小町なの忘れた？ B 小町には B 小町の曲があるでしょ。あ、そっか、昔の曲を使っても何の問題もないんだ。そう、メムチョテンさん。 Damn, so they 気づいたか。シンタラやってたらあっという間にアラサーだから。 That's actually a really great idea。 アイドルのお仕事その1、アイドルの花であり最もしんどい部分、ダンスの振り入れ始めるよ。カナイ is dying。 映像で残ってる振り付きの30曲、まさか全部覚えろなんて言わないわよね。ドロータ2人のモチベーションにこっちは合わせられないわよ。なんでアイドルやるなんて言っちゃったんだろう。 Because of Aqua and he's here。 オリゴ、いらない、あっち行ってよ。俺に対して最近ずっとそんな感じだな。アリマが口も態度も悪いのは分かってる。いい加減俺も傷つく。
でよ。何よ。何。そっちが先に。そっちが。アクア。And he's gone. You have to fight for him. Okay. 今から話す話は、Let's spill the tea. いわば死者の墓を掘り起こすような話だ。君はどうしてそんなにアイ君の話を知りたいんだ？ファンなんですよ。どうしようもないほどに。それ以外に理由がいりますか？タレント業というのは、いわばハッタリ勝負。魅力的な素材が魅力的な嘘をつくことで、現実には存在しないようなカリスマを演出する。就活でいい企業に入るためにやっているようなことを、僕たちはビジネスでやっているわけで。だとしても、僕は知りたいんです。ファンというならなおのこと知らない方がいいのに。ままならないものだね。アイ君とは縁があって、いろいろ仕事を振っていたのは以前話した通り。その頃の彼女は田舎から出てきたばかりの芋娘でね。プロ意識も低いし、周囲と馴染もうとせず、安いだけで似合いもしない服を着て現場に来るような子供だった。何かの一助になればと思い、僕がある劇団のワークショップを紹介した。ワークショップ？劇団ララライっていう、あかね君が所属している劇団だね。当時はそんなに有名でもなかったのだけど、恋は人を変えるという。そこだろうね。愛が恋をしたのは。ワークショップに通ってから、彼女は身なりにも気を使うようになり、いい食事の場所を聞いてくるようになった。さすがに相手が誰かまではわからないけれど、一気に大人の顔になったのを覚えているよ。興味があるならラララの主催を紹介する。どうしてそこまでしてくれるんですか？僕は実績も何もない役者崩れですよ。君に可能性を感じるからだよ。 Yeah, everyone sense it. この業界は貸し借りの世界だ。知っての通り、日本の芸能界は事務所と制作側の貸し借りがキャスティングに大きく関わる。そしてキャスティングによって収益は何億と変わってくる。ここで貸しを作っておくことで、君が売れっ子になり、まさに今が旬という時、私はキャスティング戦争で大きなアドバンテージを得られるわけだ。もちろん君にだけしてるわけじゃない。有馬かな君やメムチョ君にも可能性を感じてる。君たち、なんだか面白いことを始めたみたいだね。あのビーコマチを復活させたそうじゃないか。なかなか有望な投資対象だと思っているよ。ジャパンアイドルフェス？うん、今がちでお世話になったプロデューサーがコネあって、興味があるならねじ込んでくれるって。But how are they with the singing part? 無理無理。 Like maybe they can dance, but 私たちみたいな新参者がいきなりそんなステージやろやろやろ。だけど確実に周りの心象良くないわよ。絶対コネ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 言われる。大丈夫だって。私たちは伝説のグループ B 小町の後継者なんだから。でも実際やらない手はないと思うよ。 It's true. 普通のグループが何年も必死に活動してやっと立てる舞台、ここでやらなきゃ何のために活動するのって話になるよ。やるって言うならやるわよ。これも仕事だし。よし決まり。そろそろ決めないとだね。何を？B 小町のセンターを誰にするか。Oh, that's true. 別に誰でもよくない？大事だから。センターってのはアイドルの花形。歌って踊れて可愛い子が立つグループの顔。 That's gonna be really hard. 一番大事なポジションなんだから。え、やりたい人はいるの？別にやりたいわけじゃないけど、みんながどうしてもって言うの。やっぱりここは年の功なのかな。やりたくないけど、私の人生経験がグループを一つ。やっぱりここは踊りの上手い私じゃない。いやいや、メディア慣れしてて経験豊富な私こそ。それ言ったら先輩になるよ。ピーマン体操でオリコン1位取って音楽番組出まくってた人だし。うわ、懐かしい。人の黒歴史掘り返すな。ピーマン体操始まるよ。ピーマン食べたらスーパーマン。
Damn! 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 やっぱセンターの資格って歌じゃない？確かにセンターの子がマイク握ってないのは映えないもんね。カラオケの点数で高い方がセンターでどう？よし来た。先輩も行くよね？私はパス。でもバカね。センターはグループの顔なんでしょ。私をセンターなんかにしたらこのグループ人気出なくなるわよ。一発屋の子役時代が終わった後もこの業界でしぶとく生きてた私がただ演技だけやってたと思う？いろんな分野に手を出してみたけど人気は出ず、子役時代の名声で仕事をくれた会社に赤字を出させまくったくせにちゃっかりギャラはもらってご飯食べてきた私よ。つまるところ有馬かなに客はついてないわけなのよ。こんな口悪くてすれてる女に金出したくないってのはめちゃくちゃ同意。そういえば京アマのドラマも赤字だったんだっけ。その初々しさが受けると思うわよ。それに人から好かれるのってあんたたちみたいに素直で可愛い子なのよ。 Wait, so what if Akane joins? Maybe Akane will be the center of the group if she joins. 嫌なことでもあった？別に大丈夫だって。なかなか人を褒めない兄ですら先輩のこと可愛いって言ってたじゃん。面倒でもひねくれてもないって。でもそれ今がちでメモ帳にも言ってたし。面倒でひねくれた女だな。 That wasn't like... てかこの二人アクアが声かけて入ったんだよね。He has the race! There's just no other way! 後で来てね。よくその点数で勝負に乗ってきたね。 Wait, I didn't look at the score. 57, 43 out of 100. よくその点数で勝負に乗ってきたね。そっちだって下手馬の部類じゃん。アイドルは個性、下手馬でも商品価値はあるし、下手なのはもうどうしようもないじゃん。下手な子がちょっとずつ上手くなっていくのをリアルタイムで追える喜び、これを私はファンに提供しようと思ってるんです。歌はもっと真面目に練習しとくんだった。お互いよう特訓だね。同じ土俵に持ち込まないでもらっていいかな。ちょっと休憩にしよう。だね。息抜きになんか軽い曲、先輩のピーマン体操でも歌おっか。ルビーもなかなかの性格してるよね。有馬ちゃん、ピーマン体操の後も結構曲出してたんだ。知らなかった。聞いてみる？うん。白くまぶしくあなたの心を奪う光になりたい。 OK。 Oh my god, she is so fucking pretty. Oh, my eyes can't handle it. They are definitely gonna ask her to be the center of the group.I just know it. Honto, mendokusai. Kore de heta tte iu no? Bad singer. Jibun ni kibisu sugi nai?Okay, I see what you did there. Oh my god. Okay guys, that was a nice episode. Damn. So maybe next episode we could finally see them performing at the stage. I don't know, how was it called? Some JIP festival? Okay. So yeah guys, that was it. I hope you liked my reaction, and if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. Don't forget to check all of my social media. The Linktree link will be also down in the description. And join our Discord server. See you guys next time. Mattane.